Bukannya hari ini bikin konten sama Yumiko? Oh iya, hampir aja lupa. Kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Itu bukannya serum yang terbaru dari Scarlett ya? Iya, betul banget. Ini serum terbaru dari Scarlett Whitening, yaitu Glow Tanning Serum. Dan ini serum yang sering aku pakai, yaitu Brightly Ever After Serum. Daripada Brightly Ever After Serum. Manfaat dari Glow Tanning Serum banyak sekali teman-teman. Salah satunya membantu mencerahkan kulit wajah, membantu memudarkan bekas-bekas jerawat, menyamarkan garis-garis halus, dan memudarkan flek-flek hitam pada wajah. Cara pakainya digunakan setelah mencuci muka, kemudian teteskan 2-3 serum, kemudian pijit perlahan. Dan yang paling penting, semua produk dari Scarlett Whitening udah berbekom teman-teman, jadi aman untuk dipakai. Minasan, konnichiwa, aku Ri desu. Yumiko desu. Kashiburi, genki? Kashiburi desu. Genki desu, kocchi mo. Esu ni, background? Tokyo. Demo, inka, あんな感じじゃないでしょ。そうだね。こんなたくさん人はいないよ。そういえば今日はズーム参加していただいてありがとう。はーい。何をするんですか。今日はね、インドネシア人のアーティストとか俳優とか、うん、YouTuber とか、うん、あのユミコさんにあの見せたいと思います。はーい。シェアするね。はい、共有されてる？うん、でかバカンってきたわ。あー、でかいんだけど、はい、あれ、私と一緒のとこにいいんじゃないのこれ。あ、そうなんや、本当だ。東京？うん、ジェルミさん東京に住んでるらしい。あ、そうなんや。うん、かもしれないね、わからないけど。うん、最近のシャッキーあのインスタグラムで撮った写真。インスタグラマーさん？うん、ユーチューバー。ユーチューバー。なんか今早稲田大学であの通ってるらしいです。あ、学生さん、学生さん。へえ、いい笑顔のお方です。あ、そうなの。これがもしインドネシア人言わなかったらインドネシア人見える？あー、うん、なんも。確かにちょっとなんだ彫りが深い感じはあるね。うん。どう？イケメンさん。え、どんな人だったの？どんな人だったの？芸能人かな。俳優さん。へ、うん、ユーチューバーも芸能人も俳優も。え、すごっ。この人はなんだどんな演技するの？ロマンチックなドラマかな。あ、恋愛。で、これって日本人情勢の中で人気がある？もしね。人気出ると思うよ。なんか優しそうだし。かっこいい、その。メガネなしで見たい？メガネなしで見たい。ちょっと待ってね。こっちの方が大人？なんか、そうね。大人っぽい？そう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 、大人っぽくて。ワイルドな感じ、男らしい感じ。この人はインドネシア人見える？見えない。え、何人だと思う？もしインドネシア人だったらいいの。あー、なんだろう、イギリスとか。でもね、なんかね、ちょっと韓国っぽい雰囲気もある。韓国の俳優さんっぽい感じもするし。そうだね。なんでだろう。うん、まあ、インドネシア人はいろいろ人がいるからね。そうだよね。うん、へぇ。次ね、次はこれにしました。この人はファディルさんと言います。はぁ。なんで気に笑ってるの？なんか、かわいいから。
この人はどういう人？YouTuber の、インスタグラム人気やし、へぇ。コンテンツクリエイターですね、やっぱり、インフルエンサー。へぇ。すごい人気よ。へぇ。めっちゃ面白い。あ、面白い。へぇ。コメディアン。うん、みたいな感じで。私がインスタグラムにフォローしても、なんかお父さんとやってるとき、すごい面白かった。お父さん出てんの？うん、お父さん出てる。なんか、よく YouTube にお父さん出てる。お父さんと YouTube 出てんの？面白かった、親子。珍しい。インドネシア人見える？うん。なんか、東南アジアの人かなっていう印象はある。でも、なんかお父さんが、アラビア系。ああ。はい。アンガさんという名前。アンガさん。いい。かっこいい。かっこいいね。アンガイさん。はい。かっこいいね。かっ、きれい。な。めっちゃ綺麗な人だね。ユニコのタイプ入る？うん。いい、うん。目元がすごいかっこいい。え、もっとあるよ、アップさせて。うわ、美しい。美しいよな、顔立ちが。美しいよ、これ。女の人より美しいよ。あ、そう。え、私たち、妖精としてちょっと。嫉妬するわ。はい、この方。この方は、誰ですか、誰ですか。その方、ジェフのミルさんです。ゲーマー、すごい人気よ。ゲーマー、うん、ゲームが好きな人絶対知ってる。そうなんや。めちゃくちゃ腕がいいんや。わからない。ゲームしないもんね。私ゲームしない。じゃあ、他の写真見ようね。うん、724、やば、やば。あ、これ横からなんかちょっとかっこいい。かっこいいじゃん、かっこいいじゃん。いい笑顔。あ、なんかこれ日本じゃない？ほんとだ。どこの Hey New Year。 あ、Happy New Year 2021。 あー、ほんとだ。日本にいたのかな。うん、多分ね。うん、何感じ。あ、これはちょっとマシに見えてる。笑顔がいいね、本当に。見習おう。これ、あの、インドネシア人見える？うん、なんかね、なんかね、ファッションとか髪型とかが、うん、なんかね、うん、インドネシアっぽい感じする。うん、うんうんうん。はい、終わりました。いっぱい知りました、学びました。学びましたね。うん、いや、いいね。いや、やっぱり、ダントツ、アン、アンガ、アンガさん、やっぱり知ってた。アンガさん知ってよかった。知らないけど、素敵な人がめちゃくちゃたくさんいるんだよね。だよね。うん、だからありがたいわ、紹介してもらえて。そうそう、今日参加いただいて、いきなり尊敬語。ありがとうございました。あ、では学びました。はい、ビデオここまでです。ありがとうね。ありがとうね、あっちゃん。ありがとうね。ありがとう、ゆめこちゃん。またまたね。はい、また教えてね。はい、バイバイ皆さん。